パトリック・ニール・ドットソンは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州出身の元プロ野球選手。1989年に近鉄バファーローズに所属した。1980年の MLB ドラフト6巡目で、ボストン・レッドソックスに入団。1986年、メジャー初昇格。かつてカールトン・フィスクがつけていた背番号27を、 与えられ期待されていたが、メジャーでは3年で52試合の出場に留まった。1989年、近鉄バファローズに入団。前年に退団したベン・オグリビーの後釜として、期待されたが、いざ来日すると192センチメートル100キログラムの巨体に似合わず左右に打ち分ける柔らかいバッティングで、大砲を欲しがっていた球団の思惑とは違う形となり、球団は、 シーズン開幕前に新外国人の獲得に動き出した。開幕後、6から7番を打っていたドットソンの成績は決して悪くなかったが、4月12日にハーマン・リベラが来日すると即2軍落ち。それでも退団せず、1軍からお呼びがかかるのを待ち続けていたが、チームが三つどもえの優勝争いを展開する中、ラルフ・ブライアントが本塁打を量産し、 リベラも4番打者として勝負強さを発揮し続け、ドットソンも2軍で48試合で打率。276、7本塁打と目立った成績を残せず、1軍登録が再度来ることのないままシーズンは終了し、同年限りで退団、帰国した。引退後は教育者に転身し、オクラホマ州デラウェア軍グローブ市の中学校の校長を経て、現在は、 同行の教育長を務めている。ありがとうございます。